はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使信長プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、朝倉を攻め滅ぼして、さらに本願寺も攻め滅ぼしました。で、一方兵をですね、山名に振り向けたところ、山名が侵入してきて、現在の信長の勢力としては、青と緑を合わせたご覧の領域になっています。で、今回の目標なんですが、まず今川を攻略していきます。で、今川を攻めるときは、間違いなく武田と北条、この両家が今川側につくと思います。で、今川の元勇兵力4万で大したことないですが、武田が10万、さらに北条が18万とかなり大きいです。で、一方ですね、中国地方の毛利も同時に攻めていきたいんですが、この毛利が23万です。信長の方はというと26万で、さらにここに、大兵力で持っているところで言うと三好が5万で、さらに山名が2万4000というところなので、これらの兵力に、さらに同盟国である長尾を巻き込みながら、しっかりとね、武田、今川、北条を見据えつつ、中国地方の毛利と戦っていくっていうことをね、やっていきたいと思います。で、前回取った城にはですね、すでに配属は済ませてありますので、このまま進めていきたいんですが、まずはですね、親善の大将、各方面に送っておきましょう。長尾に対しては、婚姻可能なところまで一気に持っていきましょう。長尾とは末永くお付き合いしたいなというところですね。さらに、尼子からは兵糧を巻き上げたいなというところで、親善の大使、同じく、長宗我部に対しても、増田長盛を送っておいて、兵糧を巻き上げましょう。では、これでターンを進めていきます。なんといってもね、今川と戦うイコール武田と戦うということになりますからね。報告いたします。早速では、謙信とはね、同盟を進化できそうなので、この後、同盟に持ち込みましょう。ちょっとみんなやる気がなさすぎるな。表情はもうちょっと活性化してほしい。これで表情を終える策でございます。城攻めの極意か。これはすぐにでもやりたいな。城攻めの極意を入れるには、軍事が235必要ですね。なので、まずはこれを貯めていくっていうところからなるかな。で、軍事を減らさない内容であればやっていきたいんだけど、軍事が減るような内容は逆に言うと、ちょっと控えたいですね。先にこの後の合戦を見据えて、軍事は最優先で城攻めの極意を入れたいですからね。そしたら影虎に対して性質として誰入れるかな。都市的にはどうだろう、お通夜の方とかがいいんじゃないの。影虎年いくつ ?38 でしょ。影虎の38に対してお通夜の方の38、ちょうどバランスがいいじゃないですか。申し入れましょう。で、兵糧が入ってくる9月には出兵をかけていきたいですね。あっさりお通夜の方38歳が嫁いでいったな。同盟が切れたらすかさず得意の兵糧外交に持ち込みましょう。先月の終始でございます。かしこまった。あとはですね、ちょっと歩兵をかけておくところで言うと、信長のいるここはさらに兵力を17,600まで増やしていきましょう。
で、そうだな、鉄砲も買っとくよ、この際。ありがとうございました。取り計らいます。ありがとうございました。兵糧をもらう代わりに同盟を結ぶ、いつもの兵糧外交です。報告いたします。先月の収支でございます。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございます。鉄砲は常に買っていきましょう。で、アマゴからは兵糧を巻き上げます。9月がね、待ち遠しいですが、まあアマゴからはね、兵糧をもらって同盟を結びましょう。さて、そうするとまずライレンの軍事9、これに秀長の軍事10は絶対入れましょう。あとは本願寺入れとく。うん、商業35も捨てがたいな。商業の方がいいかな。ここは大久保を入れます。で、城攻めの極意ですね、これは欲しかったので入れていきましょう。あとはそうだな、銀山開発、これを入れておきます。お金もね、この後鉄砲をバリバリ買っていきたいので必要になってきますからね。で、長宗壁は敵視されていると。長宗壁はどうなんだろう。今こうやって見る限り毛利と通商があるぐらいで、他は特に外交関係を結んでいないですね。そういう独自路線を歩むつもりなんだな。では親善の大使はね、いろんなところにバリバリ送っておきましょう。まず山名に対しても送っておきます。まあ心中しているとはいえ、今後の動きは分かりませんからね。三好も誰も行ってないんであれば天海を送り込みましょう。まずはこんなところかな。まあ最優先で今川を叩いておいて、中国地方の毛利にも兵を進めるっていう冒頭を話した戦略に変更はありません。9月を待って兵を上げていきます。とはいえ9月ちょうどに草を始めるよりかは先に兵を集めておきたいので、今川に対してはこの8月の時点で宣戦布告していきましょう。こうすれば先に兵を進められるので、これで一旦そうだな、陣を相手に奪われた環境で戦うのはあんまり好ましくないからな。どこで兵を集めるかだな。この9万っていう大軍を生かしたいんで、そうなると戦場の上限的に10万とかっていう軍勢が動けるところがいいよな。この小山で敵を迎え撃ちますか。俺に続け。使
待のものが来たようです。今川から交渉か。兵糧11,600、これは拒否だな。いや待って、11,000、いや城だったら検討の余地はあるけど、まずは人合戦しましょう。で秋の収穫になります。報告いたします。赤松とは同盟が切れているので、兵糧外交で、まあ1万とはいえ兵糧は欲しいので。先月の収支でございます。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまった。これで信玄が宣戦布告してくるね。武器の戦で世を乱す者、我が義の刃を持って成敗せん。ちょっとそうすると毛利に兵を向ける余裕がないかな。勝頼の軍勢79,600が長篠に来るか。長篠の戦いだな。そうするとこちらもすかさず兵を長篠城に差し向けましょう。数でいうとどんくらいかな。主力の部隊を差し向けている関係上ちょっと厳しいかな。進むぞ。雨子と毛利か。ここは雨子に味方するけど雨子に勝ち目はないな。どうする、雨子に対して兵を出すかどうかだな。まあここはちょっと無理してでも毛利に対して宣戦布告をして、俺の波動を阻む者生かしてはおけぬ。鳥取城に兵を出しましょう。その数68,000か。なんとかなるかな。68,000、だけの大兵力を同時に動かすとなると確かに兵糧のね消耗がすごく激しいんですよね。ここは商業農業バランスよくいきましょう。策がございます。まあ干ばつとかのね台風とかその他もろもろの被害を抑えるという策はすごくいいので優先的に入れておきます。さてと、ここで義元が自ら8万の軍勢か。これは直接式で確実に勝ちましょう。敵の方に北条の軍勢が多分入っているんじゃないかな。確認はしたいですね。まずはやはり北条の軍勢が入ってますね。でさらに味方はというと信長が入っていて、ここには本陣が引かれてますね。
本陣切り込み、いやここは本陣切り込みではなくて無陣形でしっかりと。お任せくだされ。鉄砲隊の強みを生かしましょう。鉄砲隊を使いたいので覚悟せよ。お命令ください。始めよ。ゲチよ覚悟しろ。敵の動きはしっかり見極めたいですね。ゲチよ命令してくれ。さあ行こうぜ。覚悟せよ。ゲチよ。お、もう出番か。俺に続け。今の配置だと左翼に鉄砲隊を重点的に配置しているので、この部隊をねうまく活用していきましょう。さて境隊が迫ってるわけだな。そしたらまず鉄砲を打ちかけていきましょう。さらにカズマスの部隊も鉄砲打ちか、いや待ってね、カズマスは鉄砲は無理だな。ここの森が邪魔をしてうまく機能しない可能性があるので佐久間信盛の部隊を逆に差し向けましょう。のめせ。始めるぞ。参るぞ。始めよ。ご命令を。始めるぞ。敵の居所をつかみましたぞ。策のある者がいるようです。覚悟せよ。ゲチは覚悟せよ。この策で敵の裏をかきました。我が策ご覧ください。始めるぞ。参るぞ。始めよ。ゲチよ。さあ行こうぜ。ゲチよ。お、もう出番か。油断大敵だぜ。突き合い今だ。放て。切り込め。さあこのまま一気に押し切りたいな。忠勝とかがね寄ってくる前に終わらせたいよな。思い知るがよい。我が策これに。時には大胆に攻め込まねばな。哀れな弱き者に死をもって報い。忠勝を相手にはしたくないからな。でこの状態で押し切れれば特段その義元の本陣をどうのこうのっていう手間はかからないんで、このまま敵の戦芸を削っていきましょう。4部隊ほど配送改装に持ち込めればこのまま戦局は一気に傾くはず。味方の方に
まずは直虎を改装させたね。敵の居所を掴みました。もう1ターンかかるかな、押し込むには。我が策、これに覚悟せよ。名を始めよう。この策、敵の裏を書きましょう。ご命令を。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。格の差、思い知るがよい。この策どう。お、もう出番だ。ここは守れ。我らが意地見せてくれようぞ。前田刑事が持ってくれるかどうか心配でしたが、一気に押し切りましたね。これで今川軍の北条を火星に入れた8万の軍勢を撃破したので、城を2個3個とかすめ取っていきましょう。ここは強行に変えていきます。兵糧が惜しいのでね。死ねぬのでな。ここは一旦全員逃がすでいいかな、まあ、岡部元信とかはね、この後邪魔くさくはなりますけど。ではさらに兵を、信長の軍勢を進めていきましょう。駿府まで一気に行く。出陣する。モーリーバーサス、ここは天子の山形鹿之助か。まあモーリーが勝つよね。軍勢の数が近いすぎますね。駿府も強行しましょう。乱世が望む俺の天界、かたじけない。どうしようかな。カンバラ取るかどうか。カンバラ取ると北条と直接国境を一緒にすることになるんで、それはできれば避けたいからな。ここはそうだな、犬以上を先に攻めましょう。俺に続け。兵糧の消耗が激しいけどしょうがないね。ここは一気に決着をつけに行きたいからな。参るぞ。出陣する。参る。勝頼が動かないのがちょっとよくわからないな。兵糧だけ使っちゃうんで、できればすぐにでも動いてほしいんだけど。駿府には人を入れましょう。まあ統率がそれなりに高くてってなるとどうかな。まあ秀吉配下の武将を入れたい気もするけど。それなりにやっぱり統率も高くないといけないですからな。最前線になってしまうんで。堀江を入れとく。堀江を入れておいて、その配下に柳沢、柳生一門も入れとこう。
全く関係ないところにはなっちゃいますけど、そうは言ってられないからな。でだ、駿府と小山にはそれぞれ兵を追加で入れておきましょう。これで雨子が滅んだな。毛利に城を取られましたね。忠次邪魔くさいけど配下に入れたいんで、ここは逃がしましょう。でだ、問題になるのが、どう、正幸の軍勢が郡上八幡狙ってるね。これは勝家の軍勢を郡上八幡に向かわせましょう。郡上八幡で武田の軍勢を迎え撃ちます。で、一方信長の軍勢はこのまま岩村城へと兵を進めましょうか。毛利は今大友とも合戦中か。で、吉川元春が大友を撃破。これ九州に毛利の軍勢が入るな。毛利と左近か。ここは任せちゃおう。こっちの方が圧倒的に武将の質が有利ですからね。一人たりとも逃すな。まずは勝家の軍勢が間に合うかどうかだな。相手のちょっとね、並びも見ておきたいですね。正幸ただでさえ強いからな。かつちょっとそろそろ一旦兵を引きたいところだけど、これをどう見るかですね。正幸、まあ強いは強いけど、最精鋭部隊っていう感じではないか。まあでも強いね、やっぱり。そうするとまずは交渉で武田に対しては一旦和睦を申し入れましょう。そのため負けるか勝家、答えられない。郡上八幡が取られる結果になったか。で、義成がしかも武田に下る。くう、やってくれるな。長篠も取られる。岩村城は取ったけど、長篠が今度逆に危ない感じ。いやー、なかなかどうして、厳しい戦いが続くな。兵糧がもう全くないんだけど、左近はこのまま強行してお金譲渡で一旦和睦しよう。早速だけど信長は軍を引こう。全く兵糧がないんで戻るぞ。まあ郡上八幡は失ったものの、まあ全体的には駿府取ったし岩村取ったし、よしとするかって感じだな。次で確実に今川を撃破できるはずだね。佐久間鬼剣馬だな。
統率は71、まあまあですね。報告いたします。先月の収支でございます。これより兵糧がいよいよ底をつけるな。面白い。これで表情を終える。あ、藤高も見といた方が良かったかな。まあ今更ですね。ご覧くだされ。職人鉱山配備はすぐにやろう。毎月鉄砲が入ってくるっていうのは大きいですからね。堀秀政が入ってくるな。堀秀政の能力はさすがだな。早速鉄砲を買ってさらに兵糧を迎えましょう。今動いてる軍は左近の軍ぐらいだよね。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。よし、鳥取城は取ったな。どうする？まだちょっとあるんで、上市場まで取っちゃうかな。上市場まで取って、上市場を守るっていうところで少し戦線を進めましょう。逃げ道を残すな。ここは強行しちゃおう。毛利からの交渉、兵糧12,700、一旦は僕しよう。戻るぞ。どうなんだろうね、今回の成果があったのかどうか、ちょっと微妙なとこだな。まあ次で確実に今川、これを滅ぼして徳川家臣団を一気に抱き込めればだいぶ変わるかな。これ見てもめちゃくちゃ優秀ですもんね、やっぱり。まあ、元康、まあ家康をはじめ忠次、元信、まあ元信は今川ですね、もともと出身は。忠勝。この辺りは言うまでもなく優秀ですね。で、さらにこちらはというと、まあ吉本も強いですからね。あと受刑に直虎なんかがこっちに入ってますね。兵糧がやっぱりちょっときついかなっていう感じと、毛利がめちゃくちゃでかくなってきてるんで、毛利要注意ですね。はい、というわけで時間もいい時間になりましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで引き続きはい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。